ハリエ・ヤスユキは日本のテレビプロデューサー。動画制作会社、ハーリバー株式会社代表取締役。1990年に NHK 入局し、クローズアップ現代、NHK スペシャルなど担当。2005年フジテレビに入社し、情報プレゼンター特ね、やゴールデンタイの特番などを制作。2015年からザノンフィクションの チーフプロデューサーを務めた。2019年6月末で同局を退社、独立。今もなおテレビ業界、テレビ制作者に多大な影響を与えている。中央大学卒業、北海道釧路市出身。北海道釧路古良高等学校、中央大学卒業後、1990年に NHK に入局。北海道の旭川放送局に赴任後、 3年という異例の速さで東京へ移動し、報道番組のディレクターとして、クローズアップ現代や NHK スペシャルを担当。2004年に放送した NHK スペシャル調査報告日本道路高換借金30兆円、傍聴の奇跡で芸術祭優秀賞受賞。同年に放送した NHK スペシャル一郎新記録を語る262案だ。 心の奇跡でカナダバンフテレビ祭のスポーツ部門で最優秀賞を受賞など数々のドキュメンターで賞を受賞した。2005年に NHK を対局しフジテレビ入社、情報プレゼンター特だねやゴールデンプライムタイムの大型番組を担当。2015年にはザノンフィクションのチーフプロデューサーを担当し、2017年に 放送されたザノンフィクション人殺しの息子と呼ばれてではメディアで初めて北九州監禁殺人事件の松永太氏の息子をインタビュー全編後編と放送され昼帯としては異例の視聴率10.0%を記録したその後も交流を続けオウム心理教の朝原昌光こと松本千津を元死刑囚の刑が執行された際には死刑になったねと 連絡が来た。タレントの小出真帆とチャンス大将は、博士と女子細かすぎて伝わらないモノマネ選手権で、ザノンフィクションのモノマネで優勝した後、ハリエ氏に呼び出され、怒られると思ったそうだが、思い切って、ナレーターを志願すると、逆に宣伝してくれてありがとうとお礼を言われ、ナレーションの仕事をゲットしたという。2018年5月20日放送、ザノンフィクション、状況それから、 物語2018で当時の HKT48 の指原里乃をナレーターとして起用した際にはレベルの高さに驚いた。また、サンサーラを流すと視聴率が0.5%上がっていたと語る。他にも有村愛理、坂口杏理、ホストの白爵ら多くの人物を取り上げた。2018年には情報制作局、 情報企画開発センター専任局次長を務めるも、2019年6月には、フジテレビを退社し、動画制作会社、ハーリバー株式会社を設立した。現在、テレビ番組制作のほか、未来の原石、YouTuber と、これまでに見たことがない動画ドキュメントを目指し切磋琢磨、している。ありがとうございます。